鈴木正三、1913年5月23日から2000年1月20日は、日本のバラの育種家。京成バラ園芸所長、ミスターローズと呼ばれた。朝曇りしゅん、1913年東京府、小石川に生まれる。1922年下落合に転居。東京府立、第六中学校卒業後、東京府立園芸学校2部専修科で増援。 育種学などを学ぶ。園芸学校卒業後は、園芸業者のもとで見習い、この頃からバラへの関心を持ち始める。1938年に、現在の世田谷区奥沢に、とどろきバラ園開園。バラの生産と育種を始める。戦後は、とどろきバラ園を拠点に育種に取り組むほか、各地のバラの展示会に参加。京成電鉄の依頼で、多日遊園のバラ園を造園。 1959年に、京成バラ園芸が創業され、研究所所長になる。1974年に、とどろきバラ園閉園。以降は、京成バラ園芸で育種に取り組む。世界中のバラの育種化と地域となる一方で、香りや果食の研究に取り組んだ。また、植物品種の知的財産権である育成者権保護のため法制整備に尽力し、 昭和53年種苗法の制定に貢献した。その後、古問に退き、2000年に営民。ミスター・ローズの由来は、1986年11月に、ニュージーランド南東のティムカという町に、オールド・ローズの権威であり、コレクターのトレバー・グリフィスを、訪ねた。そこに、彼のバラ園を見学中に地元ティマル・ヘラルド氏の新聞記者が取材に訪れ、 翌日の一面と二面に写真入りで紹介されて、そこで初めてミスターローズという言葉が使われた。鈴木昭蔵のバラの香りについての研究は化粧品会社からも注目され、1980年代に資生堂が手掛けたバラ園シリーズの香水、芳醇、ブルーローズの商品開発には鈴木が深く関わった。 2013年には、鈴木正蔵生誕100周年記念の新品種のバラ、ミスターローズが、京成バラ園芸より発表された。ありがとうございます。